1300年前に奄美大島で生まれたとされる本場大島紬、世界一の緻密さを誇ると言われている。高級品として知られるが、本来普段着として生まれたものだから、見た目以上に軽く柔らかい。伝統にこだわり、丁寧に丹念に、気の遠くなるような工程を経て生み出されている。大島紬は先染めの絹織物、先に糸を染める。こちらは染められた糸、かすり糸。そしてこちらは大島紬の図案。合わせるとこの糸の染まった部分、染まらない部分が重なることで生まれるのが大島紬の文様。織った布に文様を描けば簡単なこと。かたくなにそれをせず、一本一本を設計図通りに染め分けていく。それが大島紬。一本のかすり糸を作るために、真っ白な絹糸を木綿糸で締めていく。締めた部分には染料が入らない。締めが緩いと染料がにじんでしまう。大変な力仕事。奄美大島独特の泥染め。奄美に自生するシャリンバイの煮汁で染め、泥の田んぼで泥を揉み込む。これを何回も何回も、職人たちが経験と技により最も美しい黒を目指して繰り返す。奄美の自然が生み出した木と泥の不思議な化学反応により、青みさすとろりとした大島紬独特の黒が生まれる。締めた木綿糸をすべて外し、染まらなかった白地に図案通りに色をさす。これをほどいてようやく一列分のかすり糸ができる。数百もの異なる柄に染め分ける。手織りは繊細で根気のいる仕事。数センチ進めては針先で一本一本糸を緩め、正しく柄を合わせる。縦の糸、横の糸ぴったりと合った時、計算された芸術が現れる。日常に美を兼ね備える。それが本場大島紬。